ナンバー、アイとトラジャが地上波で放送中に友情を実証驚きの連携が視聴者を圧倒。4月1日、TBS 系の音楽番組、CDTV ライブ、ライブが放送され、驚くべき共演が実現した。その舞台に立ったのは、ナンバー、アイと現役級ジャニーズの7人組グループトラビシュジャパンだった。この生放送での2組の交流は、視聴者たちの感動を呼び起こした。 数々のグループからの辞めジャニーズとして知られるナンバー、愛は、平野史洋さん、岸優太さん、神宮寺優太さんの3人が、キングプリンスを脱退し、滝沢秀明氏のエンターテインメント会社、トベレ再デビューした、ジャニーズ事務所の崩壊と忖度の消滅に伴い、現役の旧ジャニーズであるトラビッシュジャパンと地上波テレビで共演することが可能になったのだ。 この CDTV で最も注目されたのは曲の準備中に見せたアピールだ。ナンバー・アイの楽曲、ゴートにハツリ側を掴んで揺れるような振り付けがあり、一方でドラビッシュジャパンの楽曲、T ・ G ・ I ・フライデー・ナイトには酒で乾杯をするような振り付けがある。ドラビッシュジャパンは曲披露の前に T ・ G ・ I とゴートの振り付けを混ぜたような動きをし、その後ナンバー・ 愛が曲を披露した際は、乾杯するジェスチャーをして、お返し、した。そして、ナンバー・アイのパフォーマンス終了後にトラビッシュジャパンは拍手喝采。それに対し、ナンバー・アイは笑顔で答えたのである。ナンバー・アイとトラビッシュジャパンは、その絆の強さで知られている。平野潮たちが最後に金プリとして活動したのは23年5月20日放送の生番組、メ、うん、ヌー 101NHK だったが、 トラビッシュジャパンは彼らを激励するために楽屋を訪れ、両グループの公式 SNS に記念写真を掲載したこともある。トラビッシュジャパンの中村アマさんは平野志陽と神宮寺ゆ太と中学時代からの付き合いがあり、ショー、平野は友達になってくれてありがとう。またご飯に行きたいと公式ブログに投稿していた。2023年3月12日、トラビッシュジャパンが神奈川県、ピアーリーナ MM で開催した、座章。 チルダただいま、おかえりの千秋楽公演では、中村が、俺の友達の平野仕様と神宮寺優太が来てますと、4階の席に手を大きく振りながら言及し、舞台の去り際に、平野が金プリ時代からコンサートで、ファンと別れる際に使い続けているフレーズ、死ぬなよ、を叫んだことも話題になった。これらのエピソードを知るファンたちは、CDTV で見せた両グループのやりとりに大きな感動を覚えた。特に、トラジャがナンバー。 愛の楽曲を踊ったり、逆にナンバー、愛顔しを乾杯したりする姿に感動したファンも多かった。トラビッシュジャパンは、旧ジャニーズの中でも特にダンスパフォーマンスに力を入れており、海外進出も果たしている。そのため、ナンバー、愛とは方向性が近いと言える。そして、彼らはナンバー、愛と同じ飛べ所属であるインプとも合同ダンスイベントで絡んでおり、忖度が消えた今。 再び音楽番組やイベントで共演する可能性があるだろう。トラジャのファンの一部は、ナンバー、アイの CDTV、出演に対して異論を唱えたかもしれない。しかし、友情があるからこそ、それは良いことなのかもしれない。ファンが大騒ぎするよりも、両グループが一緒に活動することで、どちらのファンからも支持され、テレビ局からも扱いやすい存在になるだろう。ナンバー、アイのファンは、寛容であり、 民放の番組やスポンサーのサポートに感謝している。そして彼らが昨日の CDTV でも温かく迎え入れられ、最高のパフォーマンスを披露したことに感類した。私はナンバー、愛のファンであり、おそらくお互い様だと思う。タレントたちは仲が良いので、みんな仲良くしたが良い。これが本来のエンタメのあり方だろう。時には確執もあるかもしれないが、時間が解決してくれるだろう。この両グループの交流は、エンタ。 テイメント界に新たな風を吹き込むかもしれない。忖度が消え、新しい時代が訪れた今、彼らの活動がますます注目されることは間違いないだろう。トラジャとナンバー、愛の共演がファンや視聴者に感動を与えたのは、彼らの友情や絆が透けて見えたからだ。これは単なるエンターテイメント以上のものであり、ファンにとっては心温まる瞬間だったに違いない。しかし、この共演には、単なる感動以上の意味があるかもしれない。 それは、ジャニーズ事務所が崩壊し、忖度が消滅した今、異なるグループ同士が共演し、会うことが可能になったことを象徴しているかもしれない。以前は、ジャニーズ事務所内での縛りが強く、グループ同士が競合し、会っていた。しかし、今回のような異なるグループ同士の交流は、新しい時代の幕開けを感じさせる。ファン同士の対立や競合ではなく、お互いを尊重し、支え合う関係が、 本来のエンタメのあり方だろう。これからも、異なるグループ同士が共演する場面が増えることを期待したい。そうすることで、より多くのファンが新たな発見や感動を味わうことができるだろう。あなたは、トラビッシュジャパンとナンバー、愛の共演についてどう思いますかこのような異なるグループ同士の交流は、エンターテイメント界にとってプラスだと思いますかそれともマイナスだと思いますかぜひあなたの意見を聞かせてください。